こんにちは、ジャーキーです。今日ご紹介するミニカーはこちらです。はい、今回もヨドバシドットコムで買ったミニカーです。でね、今のところまだ送料無料なんでね、すごく重宝しております。で、今回のコンセプトとしては、1台のミニカーをね、とことん遊ぼうということで、めっちゃいろいろ遊べるんですけれども、楽しめるんですけれども、まあそれの、第1回というか最初、ユディトラックスの、トレーラーダンプです。これがね、もういいんですよ。本当にもうね、遊ぶにはもうめちゃくちゃいいです。でね、ちょっとね、この写真というかグラフィックでもあるんですけど、これダンプの部分が長すぎるんですよね。普通、トレーラーダンプってここまで長いものは、まあないですね。日本の道では、まあないです。ね。で、返し絞ってたんですけど、これ改造すれば、自分でね、短くすればいいやと思って買ってみました。で、今回はですね、今回のビデオではその短くするという以前のその楽しみ方をご紹介します。短くするっていうのは結構ね、ハードル高いので、それはまた次回の動画として、今回はね、誰にでもできそうな感じの、で失敗しない、方法で、楽しんでみようと思いました。ちょっとこれね、やっぱヘラがないと開けにくいですね。開けてですね、ここの台紙が入ってる。あ、かっこいい。これかっこいい。もうかっこいい。この開ける瞬間たまらないですね。このもうタカラトミーさんにやりますね。この、こうやって開けた時のね、感動最高です。かっこいい。トレーラーね、やっぱこう屈折させた時がもうかっこいいですよね。曲がる時の、ね、でちょっと外れにくいんですよ。これね、個体によって外れやすいのと外れにくいのがあるようです。これは外れにくかったです。とてもトレーラー側のね、第五輪というルネットアイというんですかね、第五輪の部分がなんかね、ちょっと大きい感じ、ちょうど普通はごそごそなんですけどもね、すごいもうカツカツのものでした。でこれがトレーラーヘッドですね。はい、ユディコーンです。かっこいい現行のユディコーンでね、はい、発売されたのがちょっと前なんで、新型の13リットルのエンジンではないと思いますが、まあ、形はね、今のものですね。でちょっとね、ここサイドカバーがね、本当はもうちょっと上までメッキのはずなんですが、それはちょっと短いのは、パッと見で気になったところですね。まあそれ以外はなんかかっこいいなとは思います。ただ残念なのがヘッドライトがバンパー同色になってしまってる、メッキバンパーだと思うんですけども、これ色的にそれとヘッドライトが同じ色になってしまってると、塗り分けはされておりません。であとね、この、ヘキサコングリルですね。これとね、そのメッキバンパーがね、またこれも同色になってしまってるのと、あとグリルの中が、黒塗りされてないというのもね、気になるポイントです。グリルの中、ボディ、まあこれだったら黄色なんですけど、黄色にされてる部分、ボディ同色にされてるっていうものはあるんですけども、実写で。でもね、銀色にされてるっていうのはね、見たことないですね。まあ僕が見たことないだけなのかもしれないですけど、ただやっぱちょっと、銀にしてるとなんか、ちょっとおかしいかなっていう気はしました。黄色でね、ボディ同色にされてたらまだマシなんですけども、これはまあ手抜きって感じですね。あとね、これ引っ掛けなんですけども、シャーシの引っ掛けなんですが、ここにちょっと出てるんですよ。これ安全装置です。安全装置が
表現されてて、でこの安全装置の下に本来ならナンバープレートがつくんですけれども、その安全装置を表現してると。で、あ、そうだ、ステップがね、ここね、そのキャビンの後ろの方にステップがあるんですけど、そこが塗られてない、あとドロケも塗られてないのが、若干残念かなというとこですね。まあそれ以外は総じてね、めっちゃかっこいいですね、これは。本当にかっこいい。うん、こうやって、ね、比べてみましょう。やっぱりね、フロントグリルのところが塗られてないのがね、やっぱちょっとおかしいかな。まあ気にならないっちゃ気にならないですけどね。あ、でこれ塗ってみたらどうなるかっていうのをこんな感じなんですけど、今からその改造をね見ていこうと思います。これマスキングテープです。僕がこの今回使ったのはですね、MT って書いてるんですけど、これは武蔵の雑貨店で買ったやつなんで100均ではないんですね。ちょっとねマットブラックになってるやつ、ただね100均ので十分だと思います。最終的にクリア振るんで、まああんま気にしなくてよかったですね。これの薄くて、あと、まあ、マットブラックなんで影になるかなと思ったんですけど、最後剥がれないようにクリア振ったらですね、僕が持ってるのはクリアなんで、マットクリアじゃないんで、本当にツヤツヤになってしまったんで、だから、ダイソーとかで売ってる普通の黒いちょっとテカッとしたマスキングテープで良かったと思います。まあ、ちょっとね分厚いんですけど、100均のやつは なんかね何なんでしょう、接着面が分厚いのかちょっと分からないですけど分厚いんですが、まあ気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。まあ心配な方はね、この100均じゃないマスキングテープでやると、まあ、僕と同じぐらいのになると思いますんで、探してみてください。はい、こんな感じ。これね、墨入れするとね、どうしても剥がれ、やっぱりちょっと境目がね、境界の部分がですね、くっきりしませんので、マスキングテープでやるのが僕のおすすめです。でライトはですね、やっぱりちょっとバンパー同色っていうのはなんかね、凹凸だけで表現してるの僕はあんまりなんで、このアルミのテープね貼って、ちょっとまあ変えてみようかなと思ったんですけど、このねライトが僕今回の改造では難しかった部分ですね。まあビデオ最後まで見てもらうと分かると思うんですけども、何度もねライトはやり直してるんですよ。これはね普通にそのへこんでる部分の形そのままをアルミのテープでね切って、で貼ってみたんですけど、なんかパッとしないんですよね。なんでしょう。まあ銀なんで、銀にまあアルミのシルバーなんで、見えにくいってのはあるんですけど、へこんでるのがね、ダメですね。へこんでないところにこの、シルバーのキッチンテープ貼ったらよかったのかなと思って。まあでも、次はですね、そのライトを強調するために、これはね、ボルボと同じヘッドライトの形なんですけど、そのライトを、切ってね、そういうライトの形に切って、ちょっとでもね、ヘッドライトが、まあ、アクセントになるように、加工してみました。この、2代目のクオンがね、まあ、UD になってから初のクオンですけれども、それが、できた時っていうのはまだボルボの子会社だったんで、まあ、今はね、もうイスズの子会社になっちゃいましたけれども、
これが最初に登場した時はこの形になった時が、ボルボだったんで、まあヘッドライトもボルボの形にしてもまあいいのではないかと思いまして、ボルボの形にしてみました。これはねこれでいいなとは僕は思いましたね。ね、でこれで完成のつもりでした、でこうやってね見てみるとなんかねやっぱねこんなトラックって走ってないんですよ。こんなヘッドライトにしてるトラック見たことないんで、まあ中にはね日本の全国津々浦々見たらあるかもしれないですけど、いやこれは良くないなと思いまして、もう実車に極力近づけてみようということになりまして、これはねあのパンとかについてパンの袋を閉じたりする時のあのクリップというかあのねあの留め具なんですけど、それをねそれであの金色ってたまにあるじゃないですか、それを使って、これはね長熟のやつですかね、イングリッシュマフィン、長熟のイングリ今長熟のイングリッシュマフィンもあのこんな留め具ついてませんけど、昔ついてたのこんなんだったような気がしたんですけども、それをね取ってたで、それを使ってですね、はい、こういう感じ、このねウインカーがこういうウインカーの部分がこんな形なんですね。実車では角がウインカーになってます、あの下のね下の方の角がので、それを切り取ってそういう感じの形にしてですね、実車に近づけてみようと思って今やってます。まあね、やっぱり現実にない車、実車でないものを作るとね、なんかね、なんかちょっともうどうでもよくなってしまう、なんでもありになっちゃいますんで、だからやっぱり実車に極力近づけた方がいいなと思いました。で、これにしてね、様子を見ました。はい、ライトはね、これでもうほぼ実車なんですよ。どう見てもこれでこれ以上なんかすることがないんですけど、なんかパッとしないんですよね。あの字幕でも書いてますけど、なんかパッとしないでね、ライトの角度を変え微妙に変えたりしてね、なんか違うなとは思ってるんですが、もうあの分からないんで、何が違うのか分からないんで、とりあえずねあの違うことをしてね、なんかモヤモヤとした、その頭をねリフレッシュさせようとして今適当に塗ってます。はい、でここステップの、あのステップがですね、僕もこの、ユディコーン乗ってたんでわかるんですが、ステップついてるんですが、ステップの部分だけ実はあの黒で、でこれね塗り方間違ってるんですよね。本当はこんなステップの塗り方をしてはいけない、いけないっていうか、まあちょっと違うんですが、ね、ステップにの足を乗せるとですね、どうしてもそのボディにそのキャビンにですね靴が当たっちゃうんですね。で傷がついてしまいますんで、そこをねメッキのねカバーつけてらっしゃる方もいるんですが、まあ最初からもう黒で黒いそのマットブラックのねカバーつけておいた方がいいんじゃないかと思って、僕は、今回あのもう塗ってみました。まあこれは僕のそのまあ昔乗ってた経験からねこうした方がいいのではないかということで塗ってみたんですけども、実車にこだわる方だったらこの塗り方はまあちょっと違うかもしれない。でね、違うことをしてる間にですね思いつきました。そうなんです、このヘキサゴングリルの下の部分が、あのヘキサゴングリルってメッキになってるんですけど、その下の下半分の部分がですねメッキバンパーと境目が分かりにくい、まあ曖昧になってしまってて、それがパッとしなかったんですよね。そうなんです、ヘキサゴンドグリルの縁取りがパッとしないので、ヘッドライトとかバンパーとかがなんかなんかぼんやりとした雰囲気になってたと
せっかくね、ユーディクオン、今の現行のクオンってすごいいかつい顔で、存在感あるんですけど、このヘキサゴングリルがね、ドヤ顔なんですけども、それがね、なんかぼんやりしてるなと思ったら、その下側の縁取りが、ヘキサゴングリルの下半分の縁取りが、メッキバンパーと、の色に埋もれてしまっていたので、なんかぼんやりとした感じになってたと。いうことでしたんで、はい、こんな感じで、下もね、これもマスキングテープです。できる限り細くして、あんまり細くすると、表裏が分からなくなって、貼れなくなるんで、できる限り細く、もっと本当は細くできても、まあ、できるかな、ちょっと分かんないですけど、できたら、いいとは思うんですが、今回ね、こんな感じでやってみました。めっちゃかっこいいですよね。本当にかっこいいんですよ、これ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャキーでした。